皆様こんにちは本日は国際医療福祉大学赤坂キャンパス説明会にようこそお越しくださいましたそれでは本日のプログラムを簡単にご説明いたしますまず主催者より開会挨拶と国際医療福祉大学の紹介をいたします続いて45分間の予定で2018年4月に開設予定の赤坂キャンパス概要説明を行います休憩を挟みまして赤坂キャンパス心理学科の紹介を 本学教授であり精神科医でもある和田秀樹先生にしていただきます。えこんにちは、本日はあの大変大勢の方に日曜日のお休みの日に赤坂キャンパスの説明会にお集まりいただきまして大学を代表して厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 で本日は赤坂の新しいキャンパスの説明ですがその前に本学の代替の様子をお話ししたいというふうに思います。でその前にですね今ご存知のように我が国は超高齢社会になっておりますがそれが医療にどう影響するかあるいはそれに対して医療専門職が どういうことが求められているかあるいはそれを教育する教育がどうあるべきかということをちょっと紹介の前にお話簡単にお話したいと思います。でこのグラフにありますように50年前約50年1960年度人口のピラミッドで男性と女性でこのように働く人が大部分人口を占める。 非常に安定した人口構造でその時は GDP が世界第2位だったでそしてその経済発展とともに医学医療の進歩によってこの平均寿命がすごく伸びて一方では少子化が起こったことで人口の構造が非常に不安定な、まあ、とっくり型に壺型になっている将来50年後はどうなるかというとさらにですね この不安定な形になって GDP はインドネシアとほとんど同じぐらい先進国から脱落するんではないかというふうに言われていますで平均寿命が非常に男女とも伸びましたしかし問題なのは健康寿命というのがそれほど伸びてなくてですね男性では平均寿命との間に9年女性では12年よ まあこの間です、ね、障害を持って人は暮らさなければいけないという状況になっていると、でその結果です、ね、どういうことが起こるかというと、今、介護を必要とする人が600万人ぐらいですが、将来はまあ900万人ぐらいになるだろうで、半数がそのうち認知症の方が占めるだろうというふうに予想されています。でその <laughs> まあ、男性9年、女性12年の間どういうことが起こるかというとこれはあの東大の秋山先生の全国の高齢者の20年の追跡調査ですが男性では、えー、10%ぐらいの人はああの自立これは自立度で、えー、自立しているのから死亡までの自立度の低下の状況を示しているわけですが、えー、男性は10%ぐらいの方は、まあ、平均寿命をそのまま全うする。 しかし平均寿命あたりからですねあの障害が出た方はまあ徐々にそのまあ介護が必要になって死に至るしかし平均寿命の前に障害を持った方は急激にその自立度が下がってしまうということが注目すべきことですで。女性の場合はあの えー、骨粗鬆症などがあってです、ね、骨折などして、えー、どうも平均寿命あたりからです、ね、徐々に自立度が下がっていくわけですね。で男性と同様に、えー、健康寿命の以前にです、ね、自立度が下がった人は急激に、えー、あの自立度が下がって寝たきりの状態10年以上の寝たきりの状態を過ごさなければいけないという状況になる。 すなわちです、ね、今、皆さんフレイルという言葉をご存知だかと思いますがフレイルとは高齢者が自立から要介護へと至るさまざまな過程を示すすなわち階段を降りるようにだんだん寝たきりになってしまうということなんですがこの階段を降りる段階要因はです、ね、やはり病気などによるその身体的な条件と精神的な えー、う,あのうつ病、抑うつ,つとかあるいは認知症ですね、あるいは社会的には、独居とか貧困、これが、まあえー、自律を下げる要因になっているわけです。したがって、先ほどのグラフからあるように、まずその介護度が落ちないためには、健康寿命を長く伸ばす、それには一時予防、えー、健康づくりが大事だと。 それからこの階段を降りるスピードを緩めるにはどうしたらいいかというとこの要因に対する対策で病気の二次予防心筋梗塞脳梗塞だったら再発を起こさないようにしよう重症化の予防そして階段をむしろ上がるようなリハビリテーションが重要になる、まあ、こういうことが今大きな問題になっていますがこの時はですね 今まで医療というのは医者が患者さんを治せばいいということですが今はこういうような高齢者のフレイル対策には医者だけではだめで多くの,その医療関係医療職の協働が必要だということになるわけです。で職業業業別のの従業者数を見ますとこのように製造業 サービス業ですねそれから医療関係を見ますと2000年の時にはこのようにその医療福祉関係者は製造業の3分の1ぐらいですが今はどんどん医療者が増えててですねそれで製造業サービス業が減っていくとこのままいきますと2015年ですね将来は。 まあサービス業と同じぐらいその医,療職が必要医療福祉職が必要になってくるとそうしますとこういう医療福祉職をどういうふうにマネージメントして教育するかということが非常に重要な課題になるすなわち超高齢社会における包括的な医療と福祉のサービスの充実が今求められているんですで。一方では 医療が非常に進歩ししてて複雑化しているとそうしますとやっぱり医療職はあの <coughs> 技術と知識高いレベルで持たないといけないそれから先ほど示しましたようにその1つの医療職で全部賄えるんではなくてみんなで協力しなければいけないチーム医療というのは大きなポイントになるわけですねその結果やはり医療職の高等教育か そしてその改革が今求められているということでますでまず本学はそういう背景でですねもう24年前当時はですね医療専門職医,医療福祉専門職はですね養成校あるいは専門学校で教えてたんですねでその時にこの大学はですね やはり医療職は高等教育をしなければいけないということで全国で初めて医療職のそのす。で、その当時は非常に国際的な基準にのっとった教育のカリキュラムあるいは教授陣を充実させたためにですね 非常にたくさんの方がこの希望されて入って優秀な人材を集めてで卒業生が非常に大変あの素晴らしい方が多かったので全国でその評価が高まったまあその結果として本学の評価が非常に高まりましてで発展し今ではまあ九,州九州地方と関東地方で6キャンパスに発展しまして。えー このように学部はですね九、えー、学部あって学科が22科ございますで大学院を含めますと、まあ、学生数は7500人を超えるという非常にこれはあの当初設立当初から、えー、国際基準に合った教育の徹底とそれからか国際医療福祉団国際と 当時は珍しく国際という名が付けるようなグローバル化を目指した、まあ、国際交流を目指した大学として発足した、まあ、評価が今、まあ、確立したのではないかと思います。で、まあ、今年あの成田キャンパスに我が国で37年ぶりになる医学部が開設しましてそこでは国際性を重視した国内外で活躍できる医師の育成ということを始めました。 でえーえー、キャンパスはあ、えー、成田の神津の森で12月にあの全部建物が完成しますが、えー、医学部の医学館定員は140名そのうち20名が留学生なんですねで。医学部は留学生を受けるのは非常に難しい学部でありまして全国で、えー、留学生がたった13人しかいない。 で6年間の教育でですねで本学では1年間で20名ですから120名の留学生が7人に1人が留学生まさにグローバル化を目指した、まあ、医学部になるというふうに私どもは思っております。で今後の発展で今日ご説明申し上げます赤坂キャンパス。 でここで、あとで申し上げるような心理学科と医療マネジメント学科がここで教育が開始されるところであります。で場所はもう赤坂見附のすぐそばで大変アクセスの便利な場所でございます。で、本学全体で取れる資格はまあ医学科でございます。先ほど申し上げましたように140名で留学生20名。で、看護学科。 看護学科は、えー、このように約あの400名、大田原カンプ4つのキャンパスで、まあ、400名の方々を教育していると、から理学療法学科、ご存じのリハビリテーションの、まあ、中心的な役割をなす方ですが、あこ,のこれもやはり、えー、340名のたくさんの学生を教育しております、それからリハビリテーションのもう1つの作業療法学科。 これも4キャンパスで大勢の学生さんを教育して全国にリハビリテーションの要員として第一線で活躍されておりますそれから言語聴覚学科これは難聴の方のコミュニケーション能力あるいは嚥下障害回復のための訓練などを行う。 やはりリハビリテーションの重要な部分ですねそれから死の機能療法学科これは弱視の方その他で訓練を行うとそれから放射線情報科学学科放射線技師を目指す方ですねでさらには、えー、赤坂キャンパスでも開かれます医療福祉マネジメント学科が大田原キャンパスで 行ってておりまして診療業務を円滑に行うための環境の整備システムづくりを行いますで先ほどお話したように医,学医療の進歩によりましてです、ね、やはり医療データをいかにマネージメントして医療の,その、まあ、円滑な実施を図るにはどうしたらいいかということを中心に検討する学科だというふうにご理解いただければと思います。 それから薬学科、これは薬剤師を目指す学科でありますし、医学検査科があって、臨床検査技師を目指す科目でありますま。このような多くの医療系の学科、我が国最大の医療系総合大学に、我々はなっています。 でその基本的な理念は人間中心の大学社会に開かれたそして国際性を目指した大学という、まあ、3つの理念でございまして人間中心の大学としてはプロフェッショナルとしての専門的な知識や技能の習得にとどまらず幅広くバランスのとれた良識ある人間性を育成することがポイントであります。 から社会に開かれた大学としては、まあ、ボランティア活動特にその、えー、我が国震災が頻繁に起こりますけれどもそれは、えー、意思共感が一体となってボランティア活動をしておりますから国際性を目指した大学は、まあ、開学当初から国際的戦争をないいかなる国の人々ともみミとびと共同できる真の国際人を育成するということで 行ってておりまして実際に学生は多数の学生がですね各国で実際に海外研修を行っているところでございます。で本学の特徴は今 先ほどお話ししましたようにこれからの高齢化社会に必要な関連職種の連携教育に力を入れてますし、まあ、教授陣が優れているそれから非常に今求められている実践力を身につけるための付属病院関連施設が充実しているそれから高い国家試験の合格率と圧倒的な求人数と就職率がまあ特徴かといえますけれども。 えー、特にそのこれからの時代で,です、ね、やはりその医療職が必要なのは1、まあえー、つはです、ねえー、高齢社会で、えー、あの包括的なケアができるようなそれは理論からまあ実,実践へと体系化した学科横断事業の展開というのがこれから重要な課題になりまして、まあ、チーム医療チームケアの時代で まあ全キャンパスでまあ統一したグラムプログラムで、えー、授業を行っております。で実際には4年間にはこのような、えー、段階を経た、えー、カリキュラムの体系化で、えー、最終的には、えー、臨床レベルでしっかりそのチーム医療を実施する教育をしている次第であります。で、えー、充実した、えー、病院、付属病院と それから施設ご覧のようなたくさんの施設から全国トップクラスの国家試験医療専門職は多くが全国国家資格になっておりますがその合格率が全国トップクラスを維持しているということでえしたがって卒業生が大変優秀なためにまあ評価が高く求人数が多くて。 学生1人当たり約77人の求人があるということでまああの社会に求められているその人材を我々は育成するとしているということが言えるかと思います。そういうことでぜひあの我々の国際医療福祉大学にえーえーまあお子様あるいはお知り合いの方々にご推薦いただければ 大変ありがたいと思います以上で本学のご紹介を終わりますどうもご清聴ありがとうございました矢崎総長ありがとうございました続きましてこれより赤坂キャンパス概要説明を行います